どうも、鬼山田地下賭博場にようこそ。トミーさん、もうやめてくださいね、不正みたいなことするのは。そのインチキ、ファミレス、Google マップとインチキがついてたので、立て続けに。いや、Google マップはそちらが用意したギャンブルですけどね。おかしい、あんなに、あの牛があんな出てくるわけだ、あんな簡単に。いくら牧場とはいえ。山ほど出てきたからね。やめてくださいね、今回は正々堂々とお願いしますね。ねえ、ずっと正々堂々やってますよ。はい。あ、島岡さんって乳首見たいですか？まあ見れるなら、はい、ぜひ。乳首が見たい島岡さんにうってつけのギャンブルが、はい、乳首チキンレースです。乳首チキンレース、初めて聞く言葉です。僕が今からエロゲーをプレイします。で、島岡さんがあと数クリック、あとワンクリックで乳首が見えるぞと思った時に、島岡さんがクリックする権利を、はい、かけていただくと。なるほど。こういった倍率でかけていただきます。ちょっとよくわかんない。例えばですね、5クリック以内に乳首が見えるなと島岡さんが思った時に、ここの5クリックのところにかけていただく。お、はい、なるほど。で、5クリック以内に乳首が出たら3倍、はあ、はあはあ、となって帰ってくる、はい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 、ということになっております。じゃあ本日やっていくのはこちらのシークレットパイ、はい、あ、シークレットパイ、なんかまさになんかそのおっぱいみたいな。いや、そういうことなのかちょっとわかんないですけど、秘密のおっぱいみたいな。ちょっとクリックして、はい、こういった女性たちが登場するゲームです。なるほどなるほど、わかりましたわかりました。これでどのタイミングでおっぱいが出るかってことですよね。そうですね、乳首ですね。あ、乳首か。左手どういう服装なんですか、あの紫のあの竹の短いジャージってどこで売ってるんですか。まあ、ダンサーなのかな。ダンサーなのか。うーん、ミカって書いてあるな。その自分の名前をあんなデカデカとプリントした女っているんですよ、あれ。そんな服を着る。うーん、そうっすね。僕だとあの田中ってデカデカと書いて怖いな、この人たち。スタートしていきますか。はいはい、ちゃんとやっていくと長いんで、サクサクやっていきます。はい、わかりました。ちょっと待って、ただエロシーンを見るためだけのゲームです、これは。この田舎すぎない、はい、これマンションを建ててる場所。確かにこの周り、周り何もなさすぎ、道がつながってないんです。つながってないじゃないですか、誰も来れないじゃないですか、こんなところに。これはですね、はい、いいですか、イアン君が主人公ですね。なるほどなるほど。で、一日中こうネットで遊んでる、はい、人だったんですけど。あ、引きこもりだ、はいはいはい、そうです。父親からですね、はい、お前の情けない姿がもう見られない、俺もお母さんももう限界だ、ひどいこと言う、俺が持っていたマンションをお前にあげる、その代わりお前をそこの管理人として登録しておいた、仕事は明日からだからこちらの住所の方に行きなさい、大成功、この家を出て真面目な大人になって戻りなさい、その前まではお前を俺の息子とは認められない、という、まあ片言の日本語でね。翻訳が片言すぎて。で、お前は明日からあのマンションで管理人として働きなさい。はいはいはい。という。ちょっと皆さん思ったんですけど、あの、はい、パソコンの森田ちっちゃくない？まあ、引きこもりの割にはね、自分が引きこもりだと自覚しているのに今までこんな生活を続けていたのか、けしからんやつめ。もう我慢できない、切るぞ。ということで、まあ、はい、で、まあ、この管理人の強制的にやるんだ。で、この管理人、すごいな、うん、ここ。ここ部屋です。自分の部屋ですね、これ。大成功した金持ちの部屋ですけど。管理人、マンションの管理人の部屋じゃないだろ、これ。でも、古いところだな。まあ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 。ここにじゃあ、パソコン置いてあって、すごい家だ。住みたいもんな、ここに。なんか、トホホみたいな感じになってるけど、主人公は。で、これがね、はい、マンションの住人に今、挨拶をしてるところ、ね。ああ、なるほど、なるほど。はい、これが503号室、はいはいはい、新しく帰ってきた管理人ですが、はい、少しお待ちください。ボイスもあるんだ。ボイスもついてます。意外とちゃんとしてる。鉄製のドアが開く。おお、まあ、鉄製だろう。あ、さっきの、え、この人って家でもこの仕事先のスタイルでやってるの？まあ、あれかな、自宅で働いてんのかな。ああ、在宅ワークなのに首からパスかけてるんですね。確かにな。このパスなんだよ。変わってるな。僕と同齢または少し年上に見えるこの人は。私に何か問題でも。いや、まあ変な格好だなと思いますけど。すいません、とても美人なので大変失礼しました。はいはいはい。やった。初めてお会いした方に褒められてしまいましたね。ありがとうございます。結構好意的な。この顔を見て惚れない男はいない。新しく入ってきた管理人イアンと申します。これからよろしくお願いします。そうなのですね。
はじめまして、私はアイリと申します。へー、アイリさんです。はい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 、美人は名前も美しいということを聞いたことがありますが、本当に宝石のような名前ですね。ありがとうございます。何こいつ。それで今日はどんなご用件です。あの、すみません。お、急にドアを閉めようとした僕の腕がアイリさんに捕まると。あれ？え？その実は。めこの前いただいたお花の花使い切れないほど多くて、はい、よかったら上がってちょっとちょっとあれ一緒にいかがですか。あれあれそろそろなんじゃないですか。あれこれあれれれれさあどうぞ。これは初めから何かをいただくことになりまして。なんだこの日本語。いいえそうしないでください。僕が何こいつ溶鉱炉の中に飛ばされたみたいに熱くなった全身、ブルブル震えていた僕はわずかな視野の中であるある銀色の封筒を発見した。どういうこと？震えるまぶたの間から見える封筒の文句は、僕は心からん笑ってしまった。何アイリさん、イアンさん大丈夫ですか？麻薬、うん、どうしましょう。え何何えそうだ、えどうしたのどうしたの、救急車。え何一服盛られたってことこれ。このお茶の葉、え名前これ興奮剤えこの女興奮剤とお茶を間違って入れたの。え興奁剤のことこの女お茶だと思ってたの。え怖い怖い。ドジっ子ですね。ドジっ子っていうか、やっとこの事態の把握が終わったアイリさんが言い出した。えでしたら今わかりました。お兄さん、ちょっとストップ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 。なるほどね。あ、この先の展開が読めました。やっぱ僕も結構エロゲやってて長いので、おそらくこの後興奮剤によってギンギンになったあの、うん、イアンの、ものを慰めるというか、うん、収めるみたいな下りがあるはず。私が責任を取ってやりますみたいな下りが絶対あるはずなんですよ。はいはいはい、それがだからどの辺で来るかってことですよね。まあそういうギャンブルですね。そういうギャンブルですよね。だからもうちょっとやり取りがあるはずなんですよ。はい、すごいことになってます。もうちょっといきます、もうちょっといきます。すごいことになってる、なってます。これなんとかした方がいいですよねっていうくだりがあるはずなんですよ。驚いてるアイリさんは膝を折った。はいはいはい。必死に下半身を手で押していた僕の腕を横に置いたアイリさんは、早い、ちょっと待って、ちょっと早いな展開が早いなおいこいつすごいな。やっぱ仕事できる女って早いですね、やっぱり何事も。え、かけよう、ちょっともうかけよう、もう出るわ。もういきますか。いやもう出る出る、絶対もう出るって。もう出る出る出る可能性全然ある。出るか全然ある、まあ、1クリック3クリック5クリック10クリックとありますけども、でも3クリックってことはないか。3クリックでも次出るってことですか。もうほとんどそう見てるんですけど、ちょっともうちょっと進めよう。ちょっといきますか。はい早えな早えなこいつ。両手で口を隠しながら彼女の目は怖くなった僕の棒に向かっていた。怖くなった僕の棒怖くなった僕の棒。あ、なるほどなるほど。嘘、まさかこれもさっきのお茶を飲んだせいで。はいはいはい。いえ、もともとこんなサイズですが。あ、巨根なんだこれ。もともとこうなんですかはい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 、まあ、こういうくだりもあるからな。ありますよね。すごいでっか。私の腕より太いんですけど。腕よりでっか黒人やっぱりいやらしいですかそう言いながらアイリさんがテーブルの下の方にのそのそと這い寄ってきた。これマジか、もう出るのかな。まだ早いと思う。山田行きますまでが早い。さすがにまだだと思うんだよな。おー危ねえ俺乳首じゃないからセーフってことですよね。そうですね、乳首ない、はいはい、これペニス、これペニスが出てるだけですもんね。ペニスだから、イアン君のペニスが出てるだけですもんね。あなたもきっと苦しいですよね。大丈夫なのかな。アイリさん、今そこを刺激すると。あ、ごめんなさい。でも解決する方法が。ちょっと待って、お姉さん、ストップ。ちょっと、はい、でも、はいはいはい、乳首は出ないか、これ。ここから。まあ、手でするか、口でするかしかないか、ここって。ここの角度から乳首が出ることってないと思うんだよな。まっすぐ止まって大丈夫です。だから、まだ出ないと思うんだよな。それに、私も。アイリさんも、はいはいはい、アイリさんも実は興奮剤飲んでたので興奮してきちゃったっていうくらいですよね。まあ、じゃあ脱ぎ出す可能性はありますけどね。ちょっとあるな。おいしそう。はい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 、はい、とああまあまあまあ、まだ乳首は全然出ないわけですから。ああ、アニメーションもあるんですね。ああ、もう早い。おお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 
すぐ射精したくなってきた、ね、射精するまではね、あのね、何もないと思うんだよね。スカートアイリーさんが抜くことはない、ここまでだ。じゃあトントンいきますか。そうそうそう、ここまではもうマジでない。全然大丈夫、大丈夫、ここまでは。はい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 、オッケーオッケー。この次の下りですよね。だからアイリーさん、私も興奮してきちゃったってなって、アイリーさんが脱いでくるのがどこかってことですよね。あーいいね、まだこの次の下りで、絶対この次の下りで脱ぎ始めるはずなので、絶対この次の下りで脱ぎ始めるはずなので、ここですね、問題点は。もうちょっといい、はい、おかげさまで。さっきよりはよっぽどいいですね。暗転がある、絶対暗転がある。じゃあ先に失礼します。嘘だろ、また訪問しないところがありまして。あぶねー、本能を抑えたまま逃げるように玄関を出た。なるほど、あぶねー、かけるとこだったぜ。なんだ、あぶね、冷静に見てたな。このギャンブルうまいんだな、島岡さん。よし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 。401号室のドアをノックした。はいはいはい、すいません、新たに入ってきた管理人ですが、ご挨拶を。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はいはいはい、これ丸出しで出てくる可能性あるな。さっきのを見るとね。これさっきの どうやら物草っぽい女。で多分ミカなんですよ。あのでかでミカって書いてあったラフな T シャツ着てた女なんですよ。はいはい。あれ結構なんかあの全然ジオラ出てくる可能性がある。かけます。あれ。すげえ。5クリックかける3ですね、だから。そうですね。3倍になるやつ。はい、3倍50かけます。50、はい、じゃあ1クリックいきます、はい、1クリック。5分か。他の世帯を訪問するには時間がないのでこのまま待つことにした。2、はいはいはい、完璧。3、薄い光とともに現れたのはくたびれた服を着ている女性。ちゃんと管理すれば可愛いと思うが少しもったいないと思わせる人だった。4、脱げ今。はじめまして、ここから入ってきた管理ですが、ご挨拶に脱ぎ始めろ、こうやって。5というわけで、はい、50は没収ですね。最悪。いや、読みは当たってたんだけどな、出てくるっていう。確かに、うん、バッチリだったんですよね。立ち絵が出てくるところはぴったりだな。あとで MeTube で検索してみて。小さいけど MeTube チャンネルを運営してるって。 MeTuber MeTuber でしたね。 MeTuber、 YouTube にミカという名前を検索してみた、はあ、んー、ちゃんとできてるな。登録者200万人、すごすごい。今から何かをしようとするミカは相当調子に乗っていた、はあ、部屋から何かを探す音を出してから後ほどプラスチック一つを持って現れた。え、何、マスターベーションしようとしてる。あー、わかんない、これ怪しくなってきたな、ついに。マジか。いきますか、もうちょっと。いや、ちょっと待ってくださいね、これ乳首触る可能性全然あんな。マジで全然ありえることだな、これ。あ、もうちょっと進めましょう。まだ出ない。うん、放送のセッティングをした。これそんなことやってんの。ただ違うことがあれば。あ、始まったのかな。あぶね、乳首は出てね。乳首出てないな。え、今日からやんの、一発目。一発目から全裸で出してきたの。すごい物分かりがいい。放送しているフラットフォームが MeTube ではないということ。できないか、 MeTube では。ここから変わらないだろうな。その多分やるとしたらマスターベーションなので、この姿勢のままやるでしょうね。二つも立ち絵を作ってないと思うんですよ。うん。このゲームは。このゲームは。だからこの姿勢のまま、あの、まあ、アニメーションするでしょ、おそらく。その何かを突っ込んで。もっこりもっこりさま、投げ銭ありがとう。スケベって今時言わないですよね。ああ、やっぱそうだ、この姿勢のままだ。はい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 、絶対そう。まあ、これはね、乳首じゃないんで、うん、はい、じゃあもうこのままですか、これは。もう変わらないと思います、僕の寄せでは。ああ、ディルドでしたね。ディルドですね。ああ、まあこれじゃやっぱ乳首出ない。ああ、はい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 。出ない。壺の形の巨大ディルドが、あ、きついな、ちょっと。どうしました？ちょっときついな。どうしました、鬼山田さん。だいぶ苦手な。だいぶ苦手なやつだな。これ苦手なんだ。きついな。あ、きついな。あ、これ、でもこれ確かにきついな。だいぶきついな、ちょっと。おもいきましょう。ちょっとトントンいきましょう、これも。多分見えないだろう。まあ、乳首は出ないでしょうね。この姿勢でもまあ回数が変わるとは思えないので。あ、きついきついきつい。やっぱ僕の予想通りでしたね。あの、姿勢が変わらないだと思ってたんで。うん。304号室の前です。はい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 。で、今度はジャージの子がいるわけだ。大学生のジャージ、なるほどね。メイ、よろしく。タメ口。ああ、メイ。メイという名前ですね。素敵なお名前です。ありがとう。乳首いつ出るんだ。、まあ、とりあえず今のところ出なかったですね。